木星について解説してみたいと思います。よろしくお願いします。木星は太陽系の内側から5番目の公転軌道を周回している第5惑星です。当動画では木星の基礎知識と応用知識、そして動画の最後には木星がどのように形成されたかについての最新の説をお送りいたします。ではまず木星の大きさについてご説明いたしたいと思います。木星の赤道面での直径は 142,984km であり、地球との比較では11倍、太陽の10分の1に等しく、太陽系で最大の惑星です。質量は地球の 317.83倍、太陽の1000分の1であり、木星と太陽の密度はほぼ同じです。これは木星が地球型の岩石惑星、地球型惑星ではなく、組成のほとんどが気体である巨大ガス惑星、木星型惑星であり、地球よりも太陽に組成が近いことを意味しています。木星はその質量の大きさから、太陽系の太陽以外の全ての天体の質量のうち7割を占めます。つまり惑星だけでなく、小惑星帯やカイパーベルト、星間物質などの全ての天体の質量の合計よりも2倍以上の質量があるということです。そのため太陽、木星系の重心は太陽の内部ではなく、太陽半径の 1.068 倍の位置に相当する太陽表面付近にあります。つまり太陽と木星はこの共通重心の周りを周回しているのです。次に木星が恒星になっていた可能性について考察してみたいと思います。木星の上層大気は重量比で水素 75% とヘリウム 24% でほぼ占められています。一方、内部では含まれる重い元素の比率が高まり、重量比で水素 71%、ヘリウム 24%、その他の元素が 5% になります。これは天体が内部で核融合反応をはじめ、恒星となるための理想的な条件を満たしています。したがって木星の半径があと 30% 程度、質量にして75から80倍程度大きければ、最も小さい恒星の分類である赤色矮星になり得たと言われます。核融合反応を起こすには、超高温と超高圧を一定時間持続させることが必要です。収縮しつつある原始星の中心温度が約250万ケルビンを超えると、初めて核融合が起こります。原始星の中心圧が超高圧になれば、超高温の条件は達成できますので、要は超高圧、つまり高密度を持続させるだけの強い重力を発生させる質量が必要であるということになります。ちなみに SF 映画2010年では無数のモノリスが木星の内部に侵入し侵食し、木星の質量を増大させることによって核融合反応を起こし恒星化させます。映画2010年の解説動画を投稿しておりますので、ぜひご視聴くださいませ。さて、一般には木星の質量がもう少し大きければ赤色矮星になり得たと言われますが、木星クラスの大きさの原始星の質量を増やしてもいきなり赤色矮星にはなりません。原始星の中心部で最初に起こるのは2つの重水素デューテリウムが反応する重水素核融合 DD 反応であり、重水素核融合を起こした天体を褐色矮星と呼びます。褐色矮星とは、その質量が木星型惑星より大きく、赤色矮星より小さな超低質量天体の分類です。質量比にして、木星質量の13倍から75から80倍程度です。そして、木星質量の75から80倍程度以上重い天体が赤色矮星となるのです。褐色矮星の質量があれば、核融合反応のうち DD 反応を起こす条件である250万ケルビンを超えることができます。
しかし自然界の水素は軽水素がほとんどであり、重水素はたったの 0.015% しか存在しません。したがって重水素核融合は短時間で燃料である重水素を使い果たしてしまいます。褐色矮星は恒久的に核融合反応を持続させられないので、恒星には分類されないのです。原始星が木星質量の75から80倍程度以上の質量を獲得し、核の温度が300万から400万ケルビンを超え、軽水素同士が直接反応する水素核融合、つまり陽子陽子連鎖反応が始まると、原始星は恒久的に核融合反応を持続させられるようになり、赤色矮星になります。赤色矮星は主系列星の中でも特に小さく低温な恒星のグループです。表面が低温で赤色に見え小さいため赤色矮星と呼ばれます。温度が低いといっても2000ケルビンほどはあります。ちなみに太陽は表面で5772ケルビンほど、中心部では1570万ケルビンほどあります。赤色矮星は質量が小さく、一般的な主系列星よりも軽水素の総量は少ないですが、低温で緩やかに水素核融合が持続するため、省エネルギーであり、寿命は数兆年と言われています。ちなみに太陽の寿命は約120億年と言われています。宇宙の余命は1400億年以上であると言われていますので、赤色矮星は宇宙そのものよりも長生きできるのです。核融合反応については小型核融合炉前編の動画で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧になってください。話を木星に戻しますと、木星が恒星の一種である赤色矮星になるには、質量が75から80倍程度以上必要であり、客観的に見てかなりハードルが高いです。褐色矮星になるにも13倍の質量が必要ですので、一般的に言われるもう少しで恒星となれた惜しい天体とはとても言えないと思います。無数のモノリスで侵食させたとしても褐色矮星にもなれないでしょうね。次に木星の公転と自転について解説したいと思います。木星の太陽からの平均距離は約 5.2au であり、公転周期は 11.86 年です。この公転周期は土星の5分の2に相当します。あまり知られていませんが、木星と土星は5対2の軌道共鳴の関係にあるのです。木星の赤道傾斜角は非常に小さく 3.13 度しか傾いていません。したがって木星上には季節変化がほとんどないと考えられています。自転周期は9時間 55.5 分であり、太陽系の惑星の中で最も早く自転しています。そのため遠心力が強く発生し、木星そのものの形状にも影響を与えており、赤道方向の直径が自転軸方向の直径よりも 7% 程度も膨らんだ楕円球の状態にあります。木星は分厚い雲に覆われているので、固体比較の自転運動を直接観測することはできません。しかし木星の磁気圏の回転周期が9時間 55.5 分であり、これは固体比較の自転周期と同じ値と考えられるため、木星の公式な自転とみなされています。ここで喉を潤わさせていただきます。では次に木星の大気について解説したいと思います。ガス惑星である木星の大気は岩石惑星が持つ大気とは異なり、惑星本体と大気との間に明確な境界は存在しません。木星の表面として視覚的に見えるのはアンモニアの結晶やアンモニア水硫化物からなると推定される大気中の雲の表層です。つまり木星は常時雲に覆われているのです。これらの雲は対流圏海面に浮かんでおり、
特に赤道域に相当する部分では緯度ごとに異なる流れを起こしていることが知られています。この流れは比較的明るい帯ゾーンと暗い島ベルトに分けられ、それぞれの部分にある物質が太陽光を反射する具合で独特の島模様に見えます。これらの雲は赤道と平行に東向きと西向きに交互に流れており、間に働く相互作用は複雑な大気循環を引き起こして嵐の渦や乱流などの現象を発生させています。しかし雲の帯状の構造や渦の成因などは21世紀初頭においても完全には解明できずにいます。ゾーンやベルト部分のジェット気流の風速は毎秒100メートル、時速360キロメートルにも達します。ちなみに地球では最大風速が約秒速 17.2 メートル以上の熱帯低気圧を台風と呼びます。風速が秒速20メートル以上になると、人は何かに捕まっていないと立っていられず、秒速30メートル以上になると陸上において滅多に起こらない広い範囲での破壊を伴います。秒速100メートルがいかに強烈な破壊的暴風であるかがわかりますね。次に大赤斑について解説したいと思います。木星を特徴づけるものに赤道から南に22度の表面に確認できる大赤斑があります。これは嵐の渦ですが周囲の温度が2度程度低いことから、大赤斑は高気圧性の嵐と考えられています。大赤斑は一般には、イタリア出身のフランスの天文学者、ジョバンニ・カッシーニにより、1665年に発見され、以後現在まで350年以上にわたり、一定の形状を維持し続けているとされています。しかし1714年から1830年までの間は大赤斑の観測はされておらず、1665年に観測された大赤斑と現在の大赤斑は異なる可能性があります。1831年から現在までの間は断続的に観測されていますので、確実に言えるのは191年間持続し続けているということになります。大赤斑の渦が平行で互い違いの方向に吹くジェット気流による渦が発達してできたものなのか、台風のようなものであるのか、あるいは下層に何らかの原因が存在しているかなど、詳しい発生原因、構造は解明されておりません。大赤斑は実は現在では縮小し続けています。19世紀前半にはその直径は約4万キロメートルと、地球が横に3つ並ぶ大きさでしたが、1979年、1980年のボイジャーによる観測では約2万3300キロメートルになり、2014年時点のハッブル宇宙望遠鏡による撮影では約1万6500キロメートルまでに縮小してしまいました。地球の赤道面での直径は12756キロメートルですので、これは地球の 1.3 個分に相当します。2012年の初めのアマチュア天文家の観測によると、縮小ペースは年に約930キロメートルまで加速しており、形状も楕円から深円に近いものに変化していることが判明しました。NASA の天文学者は非常に小さい渦が大赤斑に巻き込まれたことで内部構造に変化が発生した可能性を指摘しています。このまま縮小が続くと21世紀の中頃には消滅すると考えられていますが、一方で大赤斑の見た目は縮小してはいるものの、その原動力となっている渦は存在し続けており、消滅の危機にあるわけではないという見解もあります。次に木星の磁場について解説いたします。木星の磁場は非常に強力で、赤道部分の磁力は 4.2 ガウス、極部分では10から14ガウスと、太陽黒点を除けば太陽系最大の磁力を持ち、地球磁場の約2万倍にも相当します。
磁極は自転軸とややずれており、極性は地球と逆になっています。この磁場は金属水素のマントルによる導電物質の対流活動が引き起こすという説が有力です。木星磁気圏の特徴は、第一衛星イオが火山活動で軌道上に放出する二酸化硫黄ガスが硫黄や酸素などのイオンとなり、木星から供給される水素イオンともども惑星の赤道上にプラズマシートを形成するところにあります。このシートは惑星とともに自転する磁気圏に引っ張られて回転し、遠心力によって引き伸ばされた円盤状となっています。シートの中では電子が 0.6 から 30.0 メガヘルツに達する強い電波バーストを発しています。木星の4大衛星はどれも磁気圏の中を公転しており、太陽風の吹き付けから守られています。しかしこの磁気圏内部は高エネルギー粒子で満たされており、地球のバンアレン帯をさらに厳しくしたような環境にあります。バンアレン帯とは地球の磁場に捉えられた陽子、陽子線と電子、ベータ線からなる放射線帯のことです。つまり木星はその強い磁場のため強い放射線を放出しています。木星の第二衛星エウロパの内部界には生命の可能性があり注目されていますが、同じく生命の可能性が期待されている土星の第二衛星エンケラドゥスよりも探査が遅れているのは、木星やエウロパ周辺の高い放射線環境に耐えうる機材が必要であり、その探査を難しくしていることが大きいです。詳しくはエウロパとエンケラドゥスの動画をご覧くださいませ。この強い磁気のため木星の極には常時オーロラが生じ、そのエネルギーは地球のオーロラの1000倍に相当します。大気の主成分は水素分子 H2 であるため、流入する荷電粒子によって電離し H2 プラスイオンとなり、これが H2 と反応を起こし H3 プラスと H となります。この H3 プラスイオンがオーロラを起こすのです。では最後に木星がどのように形成されたかについてご説明いたします。木星はとても大きく、一見木星と同じ規模の大きさに見える太陽系で2番目に大きい土星よりも質量比で約 3.35 倍も重いです。ガス惑星がこれほど巨大になるには多くの質量を取り込まなければなりません。この木星がどのように形成されたかについては2つの主要な理論があります。1つ目は原始木星が何十億もの小さな岩石を蓄積したというものでペブル紀原説と言います。これらの岩石が無数に集まることにより木星の核を形成し、その後に太陽系誕生時の星間ガスを吸収し集めて木星の大気になったとされます。二つ目は木星が他の微惑星を食べて大きく成長したというもので微惑星起源説と言います。これらの微惑星は原始木星に吸収され木星の核を形成し、並行して星間ガスを吸収し集めて木星の大気になったとされます。木星の形成については長年謎でしたが、2022年6月8日に学術誌アストロミー&アストロフィジクスに発表されたオランダライデン大学の宇宙物理学者ジャミラ・ミゲル氏らの新しい論文によると、後者の微惑星起源説が有力になったとされました。ミゲル氏らは NASA の木星探査機ジュノーとガリレオが収集した重力データをもとに木星の表面を覆う厚い雲の向こう側を分析した結果、木星内部には重元素が驚くほど豊富に存在することが判明しました。その重元素の質量は地球の11から30個分、木星質量の 3% から 9% にも相当し、ペブル紀原説では
これだけの高密度の重元素の存在をうまく説明できず、微惑星起源説だと矛盾なく説明できるのです。今回の発見は土星など太陽系内の他の巨大ガス惑星も微惑星に起源を持つ可能性を示唆しています。また太陽系最大の惑星である木星の重力は他の惑星の形成にも大きな影響を及ぼすため、太陽系の他の惑星の誕生物語すら変えてしまうかもしれません。ということで、すっかり認知されている木星にも依然謎は多く残されています。しかし、観測や研究が進むにつれて、新たな事実が次々と浮かび上がり、その度に私たちを驚かせ、想像力をかき立ててくれます。これからも木星からは目が離せませんね。